オーソン・チャールズはフロリダ州タンパ出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のクリーブランド・ブラウンズに所属している。ポジションはタイトエンド。高校時代はアーロン・マレー、ジェームズ・ワイルダー・ジュニアとチームメイトだった。2008年にフロリダ大学を訪問した際、2006年に同大学が全米チャンピオンになった時にクリスタルガラス製の トロフィーを取り落として壊してしまった。2009年のアーミーオールアメリカンボールでプレーした。ジョージア大学に進学。2009年はフットボールライター協会、カレッジフットボールニュース、スポーティングニュースなどからフレッシュマンのオールチームに選ばれた。2年時の2010年には各チームのコーチの投票でサウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。 2011年には45回のレシーブで574ヤード 5TD を上げ、ジョン・マッキー賞のファイナリストにノミネートされた。また AP 通信や ESPN からカンハレンスのファーストチームに選ばれた。ドラフト前の3月9日、主競技運転で逮捕された。2012年の NFL ドラフト4巡でシンシナティベンガルズに指名された。 同年6試合の先発出場を含む全16試合に出場し、8回のレシーブで101ヤードを獲得した。2013年、彼の存在もありベンガルズは FB ジョンコナーをシーズン開幕前に解雇した。ありがとうございます。